可愛いこと言うよな。コンペ今日から本気で頑張んないと。お預けされた分ご褒美期待しちゃおっかな。ご褒美？何一人でモジモジしてんだ。楽しいよ、足立と一緒ならどこでも。黒沢には笑っててもらいたい。足立に嫌われるのは嫌だし。黒沢の考えてることが分かんない。このまま秘密にして付き合ってていいのか。もし読まれてたら俺